1号艇の水間選手です。いいですね。いいですね。はい。一番自分の中気に入ってる足とはどの辺でしょうか。一番はやっぱ向きですね、多分。初動の向きですね。向いて回って二の足という。あ、もうそこ、そうですね。もうそこがもう抜群にいいです。なるほど。はい。もうなかなかこれだけのエンジンというのはそうそうしてない感じですか。うん、そうですね。まあ、はい。なかなか多分、と思ってるんですけどね。はい。まあ、例えば、そのピット離れであるとか、まあ、すべての足3拍子揃った中で、その一番いいのは、船の向き。あ、もうそこはもう、そこがいいです。なるほどね。はい。スタートのしやすさ、その辺はどうですか？あ、もうスタートも、ちょっと怖いんですけどね。まあ、良すぎてという。まあ、そこら辺は、はい。まあ、良すぎてなのかわからないですけど、まあ、あと度胸がないのか。はい。もう、1号艇ですから、当然、インコースをしっかり守って、あとは、スタートを、はい。しっかりってということですね。そうですね。はい。結構自信があるでしょう、エンジン的なことを踏まえて。もう、そうですね。何もやることはないかなっていう感触にはなってます。はい。はい。わかりました。期待しております。はい。2号艇の西山選手です。西山さん、このエンジンはレディスチャンピオンで小野選手が優勝したエンジンなんですが、はい、もらったとこから良かったですか、それとも。いや、もう僕にはもうあの1000万円のエンジンはあの乗りこなせなかったんで、はい、プロペラも叩きました。もう最初から叩き直しました。はい、もう最初からもうすぐ全然僕に合ってなかったんで。なるほどね。はい。そして自分のあこれならという感じになったのは何チーム目からでしょうか。何チームですかね。バッチリ合ったのは4日目ぐらいじゃないですかね。3日目かな。3日目ですね。そしてその後の順位、今日の順位ですけれども、はい、これはもうちょっと外してましたけど、うん、出足はもうしっかりしてるんで、もう僕向きの、はい、足です。はい。ということはもう大きなことはせずに、あとはそうですね、プロペラ午前中は分かるんですけどね、午後ちょっとずっとずれてるんで。あ、なるほど。はい、しっかり合わせたいですね。まあ、ピット離れ、その辺は問題なし。ちょっと不安あるんですけど、うん、大丈夫でしょう。はい。まあ、2号艇ですけれども、やっぱり2号線かなという。はい、いや、いいの欲しいですけどね。一番嫌いなんで、取りたいですけど、まあ、好きあれば、いいの取りたいと思いますけど。はい。スタート、コンセプトは自分の取れてますよ。はい。合ってるということですね。スタートは自信持っていってます。はい。わかりました。期待しております。はい。3号艇の金田選手です。金田さん、5日間走ってみて、はい、まあ、初日の足と順位、これを比較したら、どんな変化がありましたか。いや、もう日に日にね、足は寺だけですけど、寺とギアケースしかしてないですけどね。そして今の中で言えば、自分の中で、あ、もう納得できる足になったなという感じはありますか。そうですね、エンジンの勝率とこう考えれば、うん、まあ、上出来だと思います。乗りやすさ、その辺の部分はどうでしょうか。もう少し本当は欲しいんですけどね、まあ、足がいいんで、まあ、少しペラ叩くぐらいしか考えてないですけど、もう大きなことはせずに、もうその時の回転調整ぐらいということですね。はい。ピット離れ、その辺はどうですか。まあ、悪くないんで、普通にはいくと思います。はい。もう、ワーク主張の3コースかなという感じで、そうですね。でしょうか。はい。そのからのスタートというのは自分の勘と実際、コンセプトになってます。ちょっとかましても、コンセプトね、ダッシュ乗っていけてないんで、うん、まあ、スロー、どっちにしろスローからいきます。はい。わかりました。期待しております。はい。4号艇の松本選手です。松本さん、初日連勝、そしていい滑り出しだったんですが、5日間走ってその足は変わってませんか。はい、今節は全く何もしないんで変わらずです。あ、もうほとんどノーハンマーでということで、はい、そして現状の足の評価なんですが、まあ、出足伸びとバランス型どうですか。伸びは普通なんですけど、ね、たまりは結構いいと思います。ということはもう現状でも十分に勝負になる足だという捉え方 で、 いいです、ね、ちょっと優勝戦のメンバー、みんな出てると思うんで、うん、伸びっていうところではちょっとだけ弱いんかなっていう気はしますけど、うん、まあ、たまりはかなり僕も気に入ってるんで、うん、そこまでいいと思います。それと4号艇ですけれども、スロー、ダッシュ、カロ、いや、まあ、何でもいいんですけど、まあ、とにかく4コースからいきたいと思います。なるほど。でスタートコンセプトは自分の勘と実際は合ってますか。そうですね、まあ、ちょっと慎重にというか、まあ、10前後行ってということですね。まあ、ただ全速で全部いけてるんで、はい、
はい、わかりました。期待しております。はい。5号艇の原田選手です。原田さん、このエンジンですけれども、思い通りに仕上がってきた、そんな感じでしょうか。そうですね。はい。電源もらったときは、あれというような感じはしませんでしたか。ですね、足云々よりも、大体前傾は回らない予定、回らないんですけどね、意外と回ってたんで、あら、これ前回の人がこう本体、いろいろやって、これは良くなってるんじゃないかなと思って、やっぱりそして初日から乗りてるうちに、だん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 いい感じになってきて、そうですね、はい、もう重要の時だったら、ああ、もう自分で、まあ、これならというところまで。そうですね、はい。一番いいのはどこでしょうか。回った時の感触ですかね。まあ一瞬ですか。はい。こう、どういったんですかね。不安なく、自信持って乗れますね。なるほど、ね。はい。まあ、5号艇ですけれども、はい、まあ、ピットバーで、もろもろあるんですけれども、はい、やっぱスロー行きは行きたいですか。そうですね、スローの方がいいですね。はい。まあ、一応気持ちとしてはスローを狙っていくよということでいいですね。はいはい、で、スローからならスタートも出しやすいという。そうですね、そっちの方がまだ、アウトからだとどっちみちね100円もいらないかもしれないんで、はい、ちょっとでも売れるように。はい、わ、はい、かりました。期待しております。はい、頑張ります。6号艇の海野選手です。海野さんね、65号機ですけれども2連対率 13% のエンジン、それにしては良くなりましたか。まあ数十度は足は全然いいと思うんですけど乗りにくいんで、トータルでは数字通りですかね。なるほどね。そして例えば序盤と順位をここを比較したらとか変化はありましたか。前傾日からずっと乗りにくくて、それだけ直しに行ってるんですけど、何も変わってないんで。なるほど。足は普通はまああると思います。なるほど、ね。ということは明日、まあ、優勝戦前に時間があるので、その乗り心地だけを求めてと。まあそうですけども、1週間それだけやって変わらないんで、まあ、原因は自分の中ではボートがなんか合ってないのかなと思いますけど、はい。まあ、6号艇ですけれども、まあ、6個しからですか、それともウォーク、その辺のところはどうでしょう。まあ、自分の都合でいろいろかかってるんで、動きます。はい、わかりました。期待しております。はい。